はーい、直輔です。マリオパーティースーパースターズやっていきたいと思います。前回ホラーランドやってたんでね、この4つのステージでどれか当たるようにしました。これでマッチングしてみましょう。行きましょう。さあ、どのような対戦相手当たるんでしょうかね。さあ、場所覚えはありますね。きちんとお片付け。おっと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 。さあ、マッチングしましたね。活動。行くぞ、みんな。本日も長い動画になると思いますが、俺は最後まで戦い続ける。行くぞ、みんな。さあ、しかもこのステージ初めてやからな、俺。やばい。再開は不利。終わった、負けた。大さんありがとう。終わった、負けた。再開は結構不利やからな。一番手じゃないと俺もう嫌やねんな。一番手で癖づいちゃってるから、前回で。まあ、4番手からのね、立ち回りどうやるかちょっと俺がお見せする形になりすんでしょうね。さあ、行きましょうか。どんなステージなんやろうな。楽しみ。お、出たてー。さあ、この位置はどこになんのやろ。どうなってんのこれ。あー、なんかいろんなフルーツあんねや。右回りか。右から左へ回っていく感じか。反時計回りということですね。よろしくお願いします。さあ、キャサリンスターティングメンバー。あー、そうや、なんかコメントでもっとスタンプしてくださいって書いてあったな。スタンプどうやったっけ。こうか。で、なんか押せばいいんか。これ押せたらいいね。なんかあったらこれ押せばいいと。スタンプ受信しないとかもあんねや、他の人の。へえ。こうやって押せば、あ、こうやっていけんねんな。こういうことやな。オッケー、よかった、よかった、よかった。よし。さあ、ラッキー、今止まったな。さあ、やったーとか言って、ミノル君一緒に喜んでくれてるやん。そうか、そうか、他の人間がうるさかったら、これで受信しないにしたら、あいつら黙るんや。そういうことか。まあ、ちょっとキャサリンしつこかったら受信しないにします。なかなかそこも考えられてんねんな。スターまで18マスか。これはドッスンおるけどどうなの。コイン払く。うわ、え、マジか。嫌やなこれ。前の人よりなんか多く払わなあかんとかケチやん。そんなんすげえ通してくれるようです。なるほど。じゃあ次2枚以上払わなあかんってことか。はい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 。やっと俺の番来たぞ。やっぱこれ待ち時間長いもんな。4番手やったら、えい、5番手。さあ、どこまでできるかな。お、やった、これ美味しい。ラッキーマスめちゃくちゃ強いからな、このゲーム。もう序盤ラッキーマス染まりまくった方がいいよ、絶対。えい、コインでいい。おっしゃー、15コインでっかー。初手15コインや、でかすぎやぞこれ。よし、ミニゲーム行こう。さあ、4人でミニゲーム。さあ、連打で4歩ですね。さあ、何これ、ハンマーで叩いて飛ばしま、連打。あ、こういうことか。おーっ、難しいな。よしよし、行こう。とりあえず連打したいだけやな。任せろ。行くぜ。うおらー。あ、待って、行くわ。もうもう構えとく。うおらー。俺画面見てないからね、今プロコンだけを見ている。戦う、どう。え、負けてるやん俺。負けてる。なんて強いやつや。俺の連打遅かったんですかね。やられたな。うわー、コイン2枚。まあしゃあないな。オッケーオッケー。さあ、ターン2いきましょうか。ほんまにあの動画長いと思うんで、皆さんね、のんびり見てくださいね。のんびり楽しんでいこうや。最終的に俺が勝利すればいい話やろ。うわー、いいな、ラッキーマス。序盤はね、コイン少ないから、やっぱラッキーマスとかでアイテムとかコイン取れるのはでかすぎる、これは。ワーブブロック、一発逆転、大チャンス。さあ、ルイジー。お、アイテム使おうとしてるな。使わへんか。ワーブブロック、使った意味ないもんな。さあ、8点。これ多分あれやんな。次、ルイジー2点払うんちゃう。
払いたくなかったら上行くんかな。どうする？橋渡るんや。じゃあ2点払うわ。これうわ2点払ってきよった。これえげつないな。もう最後渡られ誰も渡られへんくなるんやけど、20コインぐらい支払わなあかんのじゃん。とんでもないシステムやな。お、アブリングマス。お、おっと、いたずら。おった。え、それは？え、モンスター取れへんの？クッパの位置が入れ替わった？どういうこと？え、じゃあヨッシー今からさ、クッパに捕まるんじゃん。いけいけ、クッパのとこ行ってこい。ヨッシークッパに食われてこい。行ってこい。え、あれ食われへん。でもあと1マスでクッパに食われたよな、あいつ。なんで食われへんかったんやろ。えい2点しょっぱいな。しょっぱいけど様子を見れるという意味ではまあ悪くない位置かなってそう思いますね。うん、様子見。結局スターどこ行ったんや、あいつ。さあ2対2でミニゲーム。ムカデでゴーゴー。なんやそれ、ムカデゴーゴー。なんかあれか、2人で走るんかな。なにこれ、右足を出す。なにこれ、はい、どういうこと。あ、こういうこと。ありがとう、簡単じゃん。これ順番に順番にいくよ。ほら、キャサリンと相性いいぞ、今。いけるいけるいける。ほら、こういうことやろ。え、息合わせるっていうのはあんま分からへんけど。なんでなん。全然息合わへんや、こんなん。どうやんの、これ。一回息合ったらさ、その時に結構進まないとさ、なんか一回止まったらさ、おい、どうすんねん、どうすんねん、みたいになるような。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。いいね。お、キャサリンうまいやん。あ、ドッスンあるで気をつけてや。よし、キャサリンいいぞ。あんまりルール分かってないけど、俺、いいタイミングで押してる、一応、スティックを。お、いいね、いいね。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、一、二。よし、勝った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 。よし、よし、よし、よし。よう分からんかったけど、まあ、これ、キャサリン上手かったっていう認識でいいんすかね。うん。俺も上手かったんかな。分からへんけど。なんか、息ぴったりやったような思えたね。結構。これ、素晴らしいな。よし、よし、よし、よし。さあ、まずは、ラッキーマスでコイン増えたことにより、単独の首位。さあ、ごめんね、打ち込んできたもんな。さあ、ターン3。 やった、押しとくわ。ミニゲーム買ったしな。さあ、ここはマッピングからの何を狙う。7点。この人も橋渡っていくんかな。コイン結構食われんで。お、浮いたな。そっちアイテム屋さんあんねや。上で良さそうやな。あい、ワーブロックス。え、嘘やん。なんでなん。ヨッシーのとこ行ったらクッパに食われるんじゃん。ほら、ヨッシーのとこ行ったらクッパに食われんで。何してんの。ほんで今からクッパに食べられに行くんか。よかったな、ルイージ。そう、クッパおるんじゃん。ほら、おったよ、クッパ。ほら、よかったな、ルイージ。全部奪ったれ。おー、コインも全部持ってかれた。呪いサイコロとコイン全部交換。ルイージよかったな、ワープロック使って。ほんまはあれやろうな。かわいそうに。ほんまはなんか、俺とかキャサリンと変わりたかったんやろうけど、ヨッシーと変わってしまったから。ヨッシー、お、なに？こんなん俺、ブーイング、大ブーイング、大ブーイング。うん。あ、でも5点やったら許すわ。キャサリンもブーイングしてる。ヨッシー助かったな、あんた。え、でも、え？待って、助かったもん。今そこずっとクッパおんの。クッパいなくならへんやん。ついに俺のターンやで。俺アイテム持ってたっけ。持ってないよな。ドン2点。なんか先から渋すぎんねんて。こっち行くよ、そんな。
まあまあまあいいでしょう。はい。サイコロの出目がさ、少なすぎて全然歩かれへんねんけど俺。畑起きたー。コロロ得意やで。結構これ失敗したんで、学んでるから俺。確定してから旗あげたら大丈夫ってのは分かってるんでね。よっしゃ、勝ったー。ほら、練習時点で俺勝ってるやろ。ほい。ほい。あー、フェイントにかかった。終わった。3人フェイントにかかるっていうね。お、さあ、ついにみんな分かったか。これフェイントあかんねん、ほんまに。確定したって言って、旗あげなあかん、これ。確定前にさ、あげてもたら、ほんま終わるから。さあ行こう。はい。ゆっくりでいいからね。そんな早く上げなくても大丈夫やから。確定してからでいい。よし、今助かったな。お、あ、よし、フライング。あー、終わった。バイバーイ。R。OK。フェイントに気をつけて。R。ルイージは危なかったんちゃう？ 2 分の1で耐えたな。ほい。ほい。まさかのそれだけ。ほい。確定してからでいい。ほい。さあ。え、確定。おお。おお。まばたきできへん。おお、ストレート。うわー、ストレート。うわー、あー、終わった。ほっふっふっほい。おっと、キアサリン決着。しゃー、おらー、しゃー。ミニゲームで発狂する男。それは嬉しいでしょ、これ買ったら。いいよな、喜んでも素直に。めっちゃ嬉しいねんけど。やったー。よしよし、でっかい。今の方が楽しかったね。キャサリンが一番スターに近いんか。アイテム、嘘やろ。そんな使った意味ないで。うん。一番あんたがスターに近いんだろうが。そこでダブルサイコロ買われんの痛いな、これ。いいな、アイテムショップ。そうやな、ダブルサイコロ買われるよな。これでキャサリンがちょっと突っ走る形になるよな。おっと、赤点入ったな。いいね、いいね。ルイージスタート。さあ、これでルイージ1とかだったらおもろいけどな。どんだけクッパに使われてんねんってなるけどな。9。かなり伸ばしてきたな、今回。なにこれ。さあ、奪ってやる。スター誰も持ってへんで。おい、だから俺ちゃうって。お前やめろ、テレサ。え、は、ふざけんな、悪いことすんな。ええー、ねんだろ、おやろう。あ、取られた。うわ、12枚も取っていくな、泥棒。オッ、最低だ、あいつ。おら、ど、捕まっとけ。うわ、あかんわ。あいつ支払って、支払うつもりや。悪っ。腹立つな、このゲーム。何がマリオから奪うじゃん、お前。選ぶな、俺を。それは俺に喧嘩申し込みってことでいいの、もう。ルイージ、お前。やりやがったな、ほんまに。自分でコイン取んないとわかるけど、俺から奪うな。さあ、よし、クッパマスやで。あ、なんか、お小遣いはくれた。あ、よかったな。意外とクッパいいやつっていうね。もっと極悪でいいと思うんだけど。マーリオタイム。さあ、もうサイコロ振るしか選択肢がないのね、やっぱ。しかもさ、先からそればっかりやん。1とか2とかさ。なんやこれ、ゲー。このゲームは。ほら、おめでとうとか言って煽られとるし。
ダニエル、お前ふざけんな。とりあえずミニゲーム全部買おう。なんやこの面白そうなやつ。ゴールゴールゴール、えらい面白そうな名前してるやん。なにこれ、ん、どれ、あーシュート、なにこれ、強いシュート長押しか。おお、ポスト直撃、あ強いシュートって、ああ強すぎてあかんってことか。じゃあある程度でセーブ、あーオッケー、浮かんできた。あこれ分かったわ、真ん中にばっか蹴ったらいいんじゃない。そしたら、あ無理か、真ん中にばっか蹴ってもあかんねや。微調整むずないこれ。え行こうか、えこれキャサリン結構セーブしてるんじゃないこれ、やばくね、まあ、とりあえずヘッポコシュートで真ん中に打ち込んでキャサリンの動き止めるわ俺。初手シュートで、うん、これキャサリンの動き止める。あもうちょい横狙おう。キャサリンあいつ真ん中おったらいいと思ってんな、なめんなよ俺のこのアウトサイドへのシュートを止めれるか。入ってないやん、結構狙いすぎてもあかんからな。しかも誰もシュート決めおらへんねんけど。ほっ、よし、このアウトサイドへのシュート、やばい間に合わへんわこれ、ごめん、終わった。なんじゃこれ、負けたし、もう負けた。まあでもこれは戦略的に負けと言えるな。あのルイージたち、ヨッシーたちにあのコイン与えないという意味で戦略的負けと言える。まあ悪くない負けやな、1対3なんで。まあおもろかったよサッカー今のね。ちょっとむず、調整難しかった。もう5段階早いな。さあマップ、サイコロ振り込んでいき、3点、おおよかった、ラッキーマス当たらなかった。やった言うてるけど、 ルイージあれワープブロック使ったれ、ワープワープワープ、ルイージ、えワープ使わへんの、銃当てるつもりか、当てるつもりかー、ほんまかいお前は、とことん腹立つなお前、ほんまに当てやがったぞそりゃ泣くわそりゃそうや、こんなんもういいな言うたろ、いいな、ハハハ、そりゃそうなるよな、銃当てるつもりやったんや。うわー、しかもなんか運いいし、はあ俺もそれやらしてや、さあヨッシーどうする、ヨッシーもアイテムがないから動けへんな今。マリオとヨッシーに関しては動く選択肢がなさすぎてマジできついのよな。この二人はもうかなりピンチですからね。お前まさか俺まだやんなこれ、え好きな相手がスターからコイン奪ってやる、めっちゃええやん。えこんなんさ、あの無料でルイージ選べやいいだけやんこんなんなあ、ルイージルイージ、えなんでキャサリンなコインな、なんでなコインを狙いに行ったんか。10コインか。じゃあ俺の連打遅かったんか、さっき12コイン奪われたってことは。さあサイコロ振ります、1だけやめろよ、4、んーさっきから大きな数字が出ないんだよな。あでもラッキーマスじゃん、あチャンスチャンス、ぴったりサイコロと、でサイコロを持っとくわ、これ後々使えるからね結構。うん、ダブルサイコロより強いと思ってます。ただコインがやっぱ消費がきついけどな。お、なんかコインコインコイン、わあブロック、まあまあ一発逆転のな、まあ悪くないか、悪いな。ぷかぷかアイランド、さあ、あこれ落ちないようにするやつね、了解、これは落ちんかったらいいんやろ、とりあえず
任せろ。さあルイーズヨッシーは練習してんのか。いやヨッシー練習してないな。お、みんな準備整ってきた。ヨッシー練習したいんかな。あ、俺落ちた。もうなんでやねん。これむずいよな。これ大砲とかやもんな。これ俺買ったことない説あるもんな。行こうか。勝てるかな。ちょ、頑張ろう。ここミニゲームでコイン取らんときついからな。マジで終わってしまう。危ない。真ん中に寄ったらいいんかな。とりあえずジャンプして真ん中に寄るイメージかな。大砲食らっても別に問題ないんか。危ない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 。あーあーあああ、よし、混乱してんぞ。混乱しても別に関係ないんか、あんまりな。マリオ混乱。あ、なるほど。うわー、なんでやねん。あかんの。大砲直撃ってことが今の判定上。なるほどな。地面についてる時に大砲来たら足がしびれる。で、直撃したら吹き飛んでいくってわけやな。なるほど。よし、うわ、いいな。いや、勝ちたかったな。もうそのやつで決まってしまうもんな、決着が。あれ、てかスターの位置変わってないな。このステージスターの位置変わらへんねや。クッパもスターも変わらへんってことか。ってことはキャサリンもスター取れんねや。なんや、へえ。ほんでハプニングマス踏んだらスターとクッパの位置が変わんねやな。分かってきたぞ、このコースのことが。ハブリングマスでどうなんやろな。周回ボーナスコイン。は、何それ。なんでマリアン、俺もいいことさしてや。なんか人ばっかりなんかいいことするようなこのゲームって。なんでなん、これって自分いい時あんのかな。人ばっかり運がいいよね、なんか。さあ、これはめちゃくちゃ連打すればいいんじゃない。うん、めっちゃ連打すれば上の方行けば何でも当たるやろ。お、ダブルサイコロ狙ったかのように生きよったな。あー、これちょっとやばいぞ。俺なんかきついよな。なんか方法欲しいな。勝利の道欲しい。やっぱ4番手が不利なんかもしれませんね。ワーブブロック最悪や。俺やめてな。あ、よかった。うわ、これでまたもう一回いけるってことか。じゃあワーブロックめっちゃ強いやん。もう一回スターいけんのやろ。クッソ強いやんけ、これ。1。あ、これは行くしかないぞ。へぇー。ワーブロックの強み分かってきたな。このステージワーブロックゲーやわ。俺もワープブロックでなんか起こしたいけどな。今位置はいいもんな、俺。ラッキーマス、もうとことん運いいな、みんなな。よし、呪い最高、ナイス。オッケー、これはもう全然、外れ。まあでも、調整できるっちゃ調整できるけどな。呪いのサイコロは使いどころによってはいいし、あと人にもぶっかけれるっていうのもいいよね。ただ、俺が呪いのサイコロぶっかけられても、上から上書きしてアイテム使えば大丈夫やからな。そう、これがいいよな、周回ボーナスとかいうやつ。うん、それはええなるわ。うわ、またラッキーマスや。もう嫌やー、こいつら。うわー、まあ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 、いやー、これちょっとルイージに一歩抜けられんぞ、頑張らないと。アイテムぴったりサイコロで10かけるわ。サイコロ10。 OK。 ここで10かけて1回スター取っとかんと負けしまうんでね。で、周回ボーナスも欲しいし。サンキュー。とりあえずスター1個ゲット。ただコインが足りひんのな。ぴったりサイコロ取っといてよかったわ。よし、やったぜ。さあ、ここでコイン回収。まあ21枚やからもう1回権利はある。
そしてワープブロックも持ってるからまだ何いろいろアクシデントをねハプニング起こしていけるんでチャンスあるかなっていう位置にはつけた。ホラーメンション。さあホラーマンションやったことないですからね。下の階へのドアを見つけましょう。あ、ドア入るだけか。はいはいはい。だから、当たりの部屋を見つけてって感じやんな。はい、わかるわかる。言いたことはわかる。どっかだけ当たりなんやな。あー、当たった当たった。オッケー、これ運ゲーとはとあれやな。周り、視野広いゲーやな、これは。いかに周りを見れるかっていう。ほっ。外れた。外れた。よし、一発抜けたぞ。行きましょう、ワンパン。来た。よっしゃ、抜けた。一発。よっしゃー。さあ、あいつらマリオを見ていなかったからコースがわからないか。さあ、よし、よう分かっていた。さあ、それをカンニングして。さあ、だからルイージ、あーっと、何しとんねん、お前ら。あー、すごい。最後なんか小競り合いみたいなの見れましたけど。よし、ここが通したんでかいな。やっぱミニゲーム勝たんとこのゲームなかなかならんからな。お、1位浮上した。よし。で、ルイージが20コイン持ってないっていうのはでかいな、これ。いい感じちゃう？一応、いい位置つけたぞ。さっきのぴったりサイコロが刺さったな、ほんまに。さあ、勉強会を開いているが、なるほど、ワープブロック使うかどうかか。まあ、だから、ルイーズと入れ替われたら強いもんな、ワープブロックで。考えてんな。アイテム、ワープブロックか、ダブルか。ダブル切ったか。ここは一回走ろうかという考えやな。1点4点。さあ、実質シングルサイコロと同じ。さあ、ルイージスタート。呪いのサイコロ使うんちゃう？自分に。あんまりさ、早く行きたくないやろ。使わへんねや。2点。お、ラッキーマスも外れた。よかった。よーし。ちょうどいい位置つけてくれたな、ルイージ。さあ、ヨッシーはちょっとあれやからな。スターが取れてない。コインは大金持ちやねんけど。2点さあ、かなり進まない勝負になってますね。さあ、マリオスタート。ワープロックとかやってもいいけど、これ周回ボーナスあると思うんで、これはもう周回ボーナス出ないでいく。5くらい出ろ !10! よっしゃ、ついに大きい数字引けたな。そう、ここの周回ボーナス欲しかったんですよ。これありがてえ。これがもう美味しすぎる。そんなありかよってぐらいぶっ飛んでもん。あー、そうか、9でよかったんか、ラッキーマス考えたら。お、なんか来た！やっと来た、俺。何これ、あ、5枚だけ、何これ。まあまあ、ないよりマシや。ないよりマシやんな。もらえるたら、もらえるもんもらいたいやん。さあ、おちっこパラソルとかもあるぞ。おちっこパラソル、まあ、これは勝ち負けないやつか。コイン全員平等に取れるやつやな。パラソル、閉じる、開くのだけやな。オッケー。で、こうなんか取れゃいいんやろ。さあ、危ない危ない。おーおー、あ、コイン袋。むずくねえか、こんなもん。むず。全然取れへんもん。キャサリンうまいな。いや、この落ちこぼれそれめっちゃむずいやん。どんな高度から振っていっとんの、お前ら。すんげえ高いとこから振ってるな、俺。痛い。その、なんか、ハンマーブロスみたいなもん転がってきてるからさ。最高か。絶対欲しいねんけど。まず高い位置取ろう。マリオ、お前落ち着け。ほっ。あー、いたー、ハンマーブロスいたー。おっと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 、コイン取れ、コイン。ほっ。わっ、わっ、わっ、やめてよ。てか、キャサリン、お前どんだけ取んねん、お前。ちょ、俺もう操作分からへん。
ミノルお前取りすぎや。これ全部もらえんの？え？ミノル30名前ゲットってこと？お前先生そんなめちゃくちゃ強いやん。なにこれ。うわー、これ全員にコインが渡ってしまったからルイージも買えるようになったやん。これはすごいな。みんながコイン集まってしまった。ダブルサイコロ切ったか。狙いは何なんやろ。5点、5点、10点。うわ、17。お、すごいな。もう一回周回するつもりやったんや。おもろいな。もうこれ右行く人おらへんやろ、こんなクッパおんのに。さあ商品変わった。トリプルサイコロか。金の土管無理や。カバン取ってくれ。うわあ、強っ。なんでって感じや、ほんまや。おっしゃ、もうコイン全部取られろ。ルイージタイム、ルイージタイム。さあ狙って2。赤、おお、今回チーム戦になりそうやな。ミニゲームがみんな赤引いてるから。さあヨッシーはアイテム持ってないからな、ほんまに進めないのよな。8点。あ、これ金の土管買うつもりやな。もうコイン戦になってきたな、こうなったら。金の土管の25コイン払ってコイン取れるかどうかよ、こんなん。もうみんな金の土管しか買わへんやろ、こんなん。やばい戦いになってしまったな、これは。どうしようかな。うわー、しかもラッキーマスか。ついにここでヨッシー一気にゲーム動かしてきたな。15コイン、うわー。今だから実質無料でゲットってことやろ、ほぼ。スタート感。俺何も持ってないな。これもう生振りしかないな。生振り高いな、もう。終わったやん。もう絶対終わりやん、こんなん。嫌すぎねんけど。せめてアイテムのとこまで行かせてくれよ。スピードホッケー、何それ、何これ。あ、えらい面白そうなゲーム来たな、これ。しかもシンプルやし。あ、入ってもうた。何じゃこれ、シンプルやな。お、ほ、あ、おもろいおもろい。俺ホッケー好きよ、俺。こんなおもろいゲームあんの。あ、よし、任せた。ほ、ほら、俺ちゃんとボールにタッチできてるでしょ、俺。あ、できてない。いや、これむずいな。ほ、ほ、やばい、よし、あー、これは難しい。これは運ゲーやな、ほんまに。なんかあんま関係ないよな、もう。難しすぎて。思ったより動かへんし、なんか。結構ほら、滑っていくねんて。スーって滑っていくから。おっしゃ、入った。オッケーオッケーオッケー。先手取ったら相手のメンタル効くはず。オッケーオッケー、メンタル効いてる、メンタル効いてるよ。効いてる効いてるよ。オッケー。なんじゃこれ。メンタルに刺さったな、俺は。まあまあまあ、オッケーオッケー。とりあえず買ってコイン稼いで金の土管買おう。よし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 。一応今んとこ1位判定っていうね。まあ、ただもうこっからもうみんなスター買い始めるからな、キャサリンとかもみんな。キャサリン2連続でスター買うからな。こっから1とか出ろ。1出てクッパと入れ替われ。ああ、終わった。いやー、きつ。メンタルに来るような、このゲームって。なんか他人のいいとこ見るからさ、俺はってなるよな。マジで毎回遅れんのそれ。いやー、ここら辺強すぎるやろ。もうなんか右のステージいらんやん、この島。いやー、なるほど。このステージはもうコインは誰でも取れんのか。じゃあミニゲームする意味ないな、もう。お、なるほど。一回遅くするか、わざと。
おい、マリオにかけんなよこの野郎。ざけんなお前、ふざけんなマジで。やばい、だから嫌やねん。もうこんなんだから4番って嫌やねん。先行取らせろこのゲーム。こうやって高校の人間がこうやって圧かけられんねん。そんなことしたらさ、マッチングの時点で切断すればいいやん、そんなんやったら。なあ、マッチングでさ、最初の順番決める段階で1位じゃなかったらもうやり直したらええやん、そんなんやったら。そうやって意地悪すんねやったら。映画にせよ。何が呪いのサイコロじゃん、お前ふざけんな。おおおお、クッパと入れ替わるぞこれ。さあ行け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 、よし、ナイスナイスナイス。オッケー、でもあれか、でもキャサリンスタートカー持ってるもんな。じゃあほんま勘弁して。うわ、なんか俺のいい方向に向かへん気がするこれ。だって俺これ次右行くけどさ、右行ったとしてもアイテムショップなくない？ちょっとアイテムショップはどこある？右側にアイテムショップってある？ねえよな。マジっすか。え、とりあえず振るしかない。あー、もう一回ハプニングマスも全然ありかな。これ待って、通行した先ってなんなんこれ。赤か。あー、まあしゃあないよな。オッケー、じゃあ右行くわ。はい、橋を渡る。はい、ちょっと待って待って、その焦らさんとってくれよ。もうそんなもん、こっちはさ、呪いのサイコロかけられとんねんから。ええやろ、時間ぐらい使ったって。さあミニゲーム、1対3来るかもしれない、赤引いたから。1対3来たな。まあここで勝てたらいいけどな、負けたらもうぶち切れようかな俺も。あ、何これ B 連打。あ、おい、やめろ、練習させろ。 B 連打で逃げてジャンプ。はい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 。え、ちょっと引っかかった。ほっ、これってさ、一人が有利やんな。俺が見つらなければ勝ちやろ。 B 連打しといて。あ、やばい。あ、意外といけるんじゃない、やってみようぜ。もう俺は準備 OK よ、一応練習するけど。早めジャンプで良さそう。うん、結構ジャンプ距離あるわこの人。よし、これ勝てるぞ多分。これ多分3人が何もできひんから、俺次第、あんま関係ないよな。3人とか関係ないと思う、こんな。とりあえず B 連打、 B 連打スタートー。加速加速加速、勝負早めジャンプ、勝負早めジャンプ、せーのせーの早めジャンプ、せーのせーのせージャンプ、踏み切ってジャンプしていきましょう。踏み切ってジャンプ、せーのせーのジャンプ、せーのジャンプ、せーの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 せー、踏み切ってジャンプ、せーの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 、はい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 、ジャンプ。さあいいですよ、ジャンプ。さあせーのせーのジャンプ、はい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 、連打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 、ジャンプ、はい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 、ジャンプ、引っかかった、若干ジャンプ。オッケー、これあんまほら3人関係ないやろこれ。こんな一人ゲーや、こんな。マリオかっこいいな今の目線。結局一人でも決着できるゲームやったから、これ運が良かったな、当たったゲームが良かった。よし、ここの10コインでかい。オッケーオッケーオッケー、まだ分からへんこれは。ヨッシーがハプニングマスでかわいそうやな。ヨッシーワープブロック持ってんのかな。あ、金の土管持ってんのか、ヨッシーは。じゃあ別にあれやな、逃げれるのか。で、この人も金の土管か。おいはいはい、もう積極的に攻めていこうという考えか。ほいほいほい、なるほどね。これでハプニングマスが引いてきよったら嫌やな。2とかやめろよ。 6OK、 キャサリンもうスター3つ目か、どうしよう。
もうグーで行ってきていいかな。もう嫌やね。何がごめんね。じゃあ、うわ、何これ。ああ、そういうこと。無料で、あ、そういうことか。無料コインみたいなのあんねや。マリオとかやんなよ、お前。もうそれ以上やったらいじめやからな。わかる？ああ、よかった。ああ、怖っ。これランダムとかにせんとさ、いじめが成立するから、ほんまやめてくれ、これ。9枚から連打早いな、ルイージ。なんなん、無料でコイン奪ってくるとか、どんだけ言いますやね、お前、それ。最強や、もうそこばっか止まってたらいいやん、そんな。ドスの都合量半額でええやん、お前。よかったな。あ、都合量、都合量。うわー、もうこの人コイン減らへん。え、もう値上げしよう、スター。これおかしいわな。経済的に考えてみる。世の中にお金いっぱい回ったらやっぱ物価が上がるんですよ。物価上げろや。しかもなんかこれやばい、嫌な予感すねんけど、これ。え、嫌な予感する、これ。俺もう嫌やな。そんななしやんな。お前ルイージランドすんな。もう嫌や。もう今にも発狂しそう。勘弁してや。マジありえん。やっちゃいけないことあんってあるって、やっぱりそれ。俺の方行く方行く方スターないんですけど。いやー、どうしようもねえわ、マジで。まあここでワープブロック切ったところであんまない、意味ないんでしょ。まあとりあえず5点で様子見るか。お、来た来た来た、自ら起こした。その手があったか。オッケーオッケー、それなら全然。それなら全然チャンスあるな。自らなんとか勝ち筋切り開いたな、今のは。オッケーオッケー、切り開いてるよ。しゃあ、さあ、カウント123とかいうやつですね。キャラクターの数を数えましょう。そういうこと。あ、こうやって数えていくんか。あ、なるほど。ほんで最終的に提出すんのか。オッケー。あ、これキノピオのキャラクターを数えるだけやろ。いけるやろ、これ。え、数えて数字合わせるだけや。いこういこういこう。スキップ、スタート。2、4、6、8、2、4、6、8、え、わからん。2、4、6、8、2、4、6、8、22でいく。 OK、 22。え、これ人増えたりする？おい、なんかカンニングしとるやつおるぞ。2、4、6、8、2、4、6、8、22、 OK。 こんなん全員正解するやんけ、こんなもん。途中でなんか増えたり減ったりせえや。あの、大人の DS トレーニングみたいに減ったり増えたりせえよ。そんなもん関係あるか、こんなん。ゲームちゃうわ、こんなん。これはあかんで。当然の結果やんけ、これ。全員やんけ。全員にポイントか。さあ、ラスト5ターン発表されますよね。残り順位、4位の人なんかもらえたりするもんな。うわー、中途半端にサインつけてんの嫌やな。これヨッシーなんかいいのもらえたりする？さあ、海から見てるこの方、
誰が優勝する？おおおおお、現状踏まえて、え、理論的にマリオさん勝つの。やったやった、よっしゃ、ありがとうございます。俺選んでくれたんやな。ん、何これ、ちょっと待って、よ、説明言えへんかった。なんで今俺選んでくれたん？普通ヨッシー選ぶよね、最下位の。え、倫理的に考えて俺優勝なん？ちょっと待って、え、なんかあの、テレサのなんか、やつもらえてんけど。え、あれ説明なんか書いてあったぞ。奪えるんかな、あれ。これはちょっとまだ、わからんくなってくれたぞ。いや、このゲームわからへん。ちょっと尻上がりに俺尻上げてきたんちゃうか、ほんまに。俺か、やめろ、やめろー。お前ふざけんなよ、外れろ、もういいって。俺一生懸命頑張ってここまで積み重ねてきたのに。お前ふざけんなよ。俺の努力を。尻上がりに行って上がってきたかと思ったらこれかよ。でもほんま怒らせる相手間違えたらあかんぞ、キャサリン。よし、スタートガンひるんちゃう、遠いし、さすがに。まあ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 、ここはまあ、こっからテレサとかで奪われたりするものは50コインで。いやー、10、あ、ってことはこれテレサマス止まるもんな。ほーん、よかったね、みんながみんな楽しそうでな。俺はなんか嫌なことばっかされてさ。ミノル、あいつだけ許せねえ。他は別に自由に楽しんでるから許すけど、ミノルはちょっと許しがたい。やってまえ、ミノルからぬすっとしてまえ、お前。そうや、いけ、ミノル、俺から言ったらしばくぞ。ミノル、よし、ミノル、お前やってることはそういうことだよ。お前は暴れすぎた、ヘイト買いすぎや、お前は。なんでもかんでも自分勝手していいと思うなよ。そういうことだよ、自分勝手ばっかしたらみんなに逆に狙われるんだよ、このゲームは。覚悟しとけ、ミノル。え、なにこれ、またこれ変わってしまうやん。いや、目まぐるしい。はぁ、ルイージどこにおんねやろ、ルイージ。あ、やっとルータン来た。なんじゃこれ、待ちくたびれたぜ。これ何これ、テレサが、あ、奪ってきてくれんねや。まだ奪う方がいいよな、こんな、この慌てて使ったところで別に意味ないし。これだってもうなんか、なんなんその位置って何それ。来た、狙ってた、スター来い、これ狙ってました、スター来い。コインか、まあコインは、コインはありがたいな。あの、こんだけコインあればあのテレベル使えるわ、テレベル。オッケー。今なんでテレベル使わなかったんですかっていう質問あるかもしれないんで言っておくと、まだヨッシーかキャサリンにどっちに使っていいかまだわからないからです。どっちから奪った方がいいからまだわからへん。今どっこいどっこいやから1位が並んでて。何これ、なんか懐かしいな、これ見たことあるぞ、なんか。あ、ゲームキューブのやつやんな、やっぱり。何これ、誰の、あ、なんか来た、パンチ、パンチキック、それだけのこと。パンチキックの意味がわからへんけどな。とりあえずパンチすらいいんやろ、2人でパンチしたらいいんや。パンチキック火力高いとかある、キックの火力高いんかな。お、キック火力高そうやで、なんか
ほー、あ、おもろいな、なんじゃこれ。しかもなんかルイージうまそうやし。頑張ろうぜルイージ。よし来た。最初パンチ良さそうやな、順当に。やめろルイージ、俺をぶん殴んな。あいつら喧嘩してるし、しかも怠慢すんな、そこ味方同士で。よし、オッケー。まあやっぱパンチの方がいいな、これ。キック精度が悪すぎる。パンチ連打した方がまだマシや、これ行こう。オッケー行こう。よし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 、これは突き抜けてんぞルイージ、俺たち。さあダニエル、あ、これこれキック使えそう。パンチキック、オッケー。キャサリンヨッシーぶん殴ってるし。さあ最後の砦っぽいな、これ。パンチキック、パンチキック、パンチキック、ジャンプキック、ジャンプキック、ジャンプキック、オッケー。素晴らしい連携。さあなんかキノピオみたいなやつおるぞ。あ、なんかおった、キノピコや。おお、ドライブや。ミニゲームは買ってんねんけどな、コインどんどん稼げてるからな、どんどんいろいろ使っていけそうやな。スター欲しいな、生でスターに到達したいねんけどな、遠すぎんのな。アイテムも取れねえし、アイテムショップも寄られへんしな、全然出会えへんっていうキノピコに。これ多分あれやんな、ブチ切れてるから。あ、でも50コインないから無理なんか、これマリオからコイン取るつもりちゃう。マリオかな、ルイージから奪うんや。あー、2位のコイン多いやつを狙うんか。まあまあ、ここ俺穏便に行ってるのでかいよな。ここであんま目立っちゃうと狙われやすいから、穏便に穏便に立ち回って最後に1位取りゃいいから、1万1とも言える。悪くないよな、まだ誰が勝つか分からへん。おもろいなこのゲーム。腹立つ、ほんまに腹立つけどな、基本腹出すことが多いけどな、おもろいな。うわ、ラッキーマスや。考えてんねや。あ、ここでもうあれか、もうコインばっこり20コインぐらい支払ったろうかみたいな感じか、ここで。あ、3コインでいくんや。これ前の人より多く支払わなあかんから、1人さ20コインとか支払ったらもう次のやつら通られへんみたいなこともありえるもんな。ラッキーマス。キノコをゲット。ああ、なるほどね。さあ、アイテムを切っていく。呪いのサイコロ誰、おお、ギャサリンに吹っかけたか。ほーん、まあその辺のやり合いがすごいな、なんか上位でのその争いがすごいっすね。アイテムショップスに寄っていく。金の土管か、そうか、アイテムショップで金の土管買えんのか。25コインで売ってんもんな、俺もそこ行きたいな。さあなんか当たったぞルイージ、コインか、いいな。そんなほら金のとか無償降臨やん、そんな。俺出るまくないな、みんなごめん、ここまで頑張ったけど。うわ、またラッキーマスや。もうこいつらだけで遊んでん、もう頼む、俺も入れてくれ、お願いだ。俺勝って遊びたいね、スターが足りねえんだよ物理的に。どう考えても何かないんか方法は。決闘ないん、決闘。あ、決闘あるやん、決闘これや。俺の活字は決闘することや。スターかけ合ってとかみたいなのあるやろ。
何かける？コインかい？なんじゃこれ、スターかけてとかやろうや。1コイン？ノーリスクでいくんか。5コイン、ちょっとなんか男じゃないな、よしお前。俺なら20コイン全額ベットだよ。な、そんな戦いすんなお前ら、時間の無駄だよ。なんやねんそれ、5枚かけてお前ふざけんな。ビリキーコースターね。さあ、しかもなんかもうけなげに練習するし、お前お前はちょっともっとさ思い切れよ。なんやねん5枚掛けからの練習ってもっとさかっこよく決めてくれよ。全然できてんやん、よし。あ、だから5枚にしたんか。勝つ自信がないんやん、あんた。よくその自信でこのオンラインに乗り込んできたな、よし。俺なんか勝つ気まんまで乗り込んできてるから。あー、なるほどな、賢いな、よし。確かにキャサリンってさ結構うまいやんか、さっきから見てて。だからヨッシーも勉強したんかもしれへんな。こいつには勝てねえと。だから5枚でしかかけへんかったんか。ヨッシーひどいもんな、これ。お見せできませんって言って、あの隠してあげた方がいいレベルや、こんな。ほら、でもキャサリンも下ってんぞ。お、うまい。ヨッシーうまかったな今。ヨッシーワンチャンあんぞこれ。ヨッシー行くつもりか。トップスピードやもんな今ヨッシー。ほら、よしまくった、よしまくりよったあいつまさかのよしまくってたっていうね。え、今のやったら俺入れてほしかったな。それやったら俺絶対トップやったのに。うわー、だから言ったやろ、よし20枚全部いけって。5枚でな、決闘が言うな、そんなん。何取るつもりや。はよストップ押せ。うわー、この人気づいてないねんけど。ストップ押さなあかんこと。あー、いいな。勝ち筋がわからねえよ。これ俺に勝ち筋ってあんのかよ。別に相手、あれをワープブロック使う価値もねえよ。お、決闘いけるな。よし、5コイン払って決闘行こう。3人決闘や、行くぞ。いけんのか3人決闘みたいな。無理？お、疲れてるお前ら。おっしゃ、選べんねや。あー、これは微妙やな。キャサリンかな。でもキャサリンいっとくか。オッケー、まあここは俺はもうお前の40コイン全てを盗もうとして考えています。俺は全額ベッドだ。うん、全額ベッド。ミノル、俺はギャンブラーなんだよ。行くぞ、やり合うぞキャサリン。緊張するね。なるほど、ギリギリ中衛かよ。まあいいだろう、まあ当たらなければ勝てるっていう感じやんな。行こう。いや、ビリキューコースター来てほしかったな。さっきの感じだと俺絶対勝てると思ってんけどな。さあ、ギリギリ中衛ですね。さあ、とりあえずあと一括の当たったら終わりと思っとこう。ほっ、当たらないように。当たってもだ、クソ。あー、当たってもだ。当たったらあかんねんこれ、ほんまに。よしよしよし、これスティック操作とかやつは結構むずいのよ。マリオ、うわー、いて当たるんやったらもう全部突撃した方がいいやん、こんなん。早め突撃した方がいいっていうね、これ。痛い痛い痛い、当たりすぎ。あ、うまいな、キャサリン。それ1下げたか、キャサリン1下げて引きつけたな。この間も無理や。
あんなん糸縫われへんもん、こんなん。はい、でお縫え、うわひでえ、このギリギリ中衛というコース。ゴール来い、ゴール来た、ゴール来た、ゴール来た、よっしゃー、オッケ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 ー、全額、オッケー、でかい。これ全額マジででかすぎる。これでも実質キャサリンの動きを封じたから、おっしゃ、オッケー、オッケー、オッケー、よし、これでキャサリンはもうスターを買うことができない。さらにラッキーマス、さあ行こうぜ、俺たちのスーパー逆転劇をな。コインでもいいぞ、ダブルサイコロ、オッケー、でかい。コインよりダブルサイコロがいいね、とりあえず進みたいから。俺はよし、まだある、これはチャンスはある。ペンギン大行進、オッケー、任せて。テンション上がってきたね、いけるんじゃないかっていうね、なんかそう思えてきたよ。最後までわからない戦いが今始まるぜ。希望が湧いてきた。いや、俺ならいけるんじゃないか、まだ勝てるんじゃないかと。脳からアドレナリン放出されてますね、今。ドーパミンが。うん、ドーパミン放出。脳汁ですね、今。いけそう、みたいな。勝てそうな気がしてきた、この俺が。さっきまでもう、自信なかったけど。今の俺なら勝てるぞ、マリオ。行くぜ、まずこれ勝とう。これを勝利しなければ。やばいやばいやばい、そ、ペンギンどけ。ほ、さあさあさあ、一番右を一度っていく。あ、あかんあかんあかん、無理に間割ろうとしたらあかんのな、すり抜けないとあかんから。ほ、マリオー、くそー、悔しい。10コインでも欲しいねんで。まあ、3コインもらえるときまだいいか。うん。もう、あとはコイン使い放題やから、俺は。アイテムも買い放題って言うけど、まあ、ショップがないから、コイン使えへんねんけどな。よし、キャサリンこれで今封じ取るから。しかも、呪いサイコロも食らってる。キャサリンかなりもう動けないな。アイテム使うか？アイテム、キノコでプラスするんか、それに呪いのサイコロにプラスすんねや、効果は消えんねや、それはめっちゃええな。え、じゃあもういけ、スターまでいけるやん。まあ行ったところで別にあんたはスター変えないけどね。はい、スター変えませんよ。はい、資格ないですから、失格。オッケーオッケー、 VS も止まらんかったんでかい。下手に VS されてあのキャサリンにコイン取られたら嫌やからな。8点。おー、なるほどね。これワープブロック使っていいかもしれんな、ヨッシーの止まる位置次第では。ありやな、ワープブロックで。あ、ヨッシースターまで行く、それ行きよったな、スターまで。クソ、じゃああかんわ。あ、行きよった、じゃあもう俺も生走りするしかないな。オッケーオッケー、まあ、よし、うん、あんまよくないけどな。とりあえず生走りで確実に取りたいな。俺ももう一個取らなければ勝ち筋がない。ダブルサイコロ生走りいくわ。オッケー、何マス ?9 か、いけるな。じゃあアイテムでダブルサイコロ生走り。オッケー、これでなんとかなるやろ。ここ、え、やばい、やっちゃったー、もうクソ。オッケー、まだ許せる。うん、何これ、血統腕袋、血統腕袋とかあんねんけど。17コイン、コインもうどうしようもないけどな、そんなもらったところで。
やばいな、これはマジでやばいやつや。なあなあぴょんぴょんか。いやーどうなんやろこれ。よし優勝か、このまま行くと。よっしゃ、まあ頑張ろうか。まあボーナススタイルなんとかするしかないよな。さあ誰か OK 押さへんな。なんでや、練習しろよ。 OK 押さへんやったら休憩しとんな多分。まあ一戦長いからな。まあ、この隙にトイレ行こうとか言う人もおればって感じやもんな。みんなそれは自由やからしゃあないな。行って行ってゆっくり行くっていうね。あ、でもその今始まってしまう可能性あるからあれやぞ。トイレとか行ってたら普通に始まんで悪いけど、ごめんな。だいきなり落ちる人おるんじゃない。せーの、ほらキャサリントイレ行ってるわ。ほっ、一回ミニゲームを捨ててトイレ行きま、行きましたね、キャサリン。ほっほっ、せーの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 。みんな飛ぶタイミング違うもんな、これ。俺前やから早いしな、回ってくるのが。よし、おやけど。ほっ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 、はいはい、せーの。さあ急にスピードアップするのやったっけ。ほっ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 、よっしゃー、なんとか粘ったな。よく行ったな、ルイージすんごい距離でどっか行ったけど。よし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 、あと2ターンしかないはずやから、ここで確実にスターを取っとかないとあかんのな。うん、ここでスターかつ、まだチャンスあるんちゃうかな。スターかつあのテレサ袋でいけるんじゃないかな。だから誰かハプニングマス控えたら負けるな、これ。さあ5点、ハプニングマスやめろ。あ、よかった、ハプニングマス控えたらマジ負けるわこれ。あのクッパになっちゃったら俺がもうスター買えなくなるから。オッケー、よかった。アイテムマス、さすがに金の音感とか出えへんよな、最後やからって。あ、それはないんや。あ、ワープブロックとかやめてほしいな。なんか、下手なゲーム動かされたくないから。ワープブロック以外やったら許す。あの、ぴったり最高とかやめてほしいな。オッケー、ナイスナイス。あの、ぴったり最高でハプニングマス行ったらみたいなことされたり、なんかゲーム荒らしたりみたいなことされたら嫌やからな。下手にその調整できるやつは嫌やね。さあ、こっからちょっと運やな。ルイージが、ルイージもこっからまくれんのか。生走りプラス、スタート感、次の段スタート感か。1出ろ、 1!10 か、うわー、これはやってもうたんじゃない、やばい。ハプニングマス行くなよ。え、これもう誰が優勝候補なんやこれ、分からへんくなってきた。誰や、勝つの誰なん結局。まずいな、これ負けるんちゃうか俺。うわー、どうしよう。ヨッシー今どこおんのやったっけ。これまずいことになったな。ヨッシーそこか。いや、思い切ってもう2とか当てて VS するか。ハプニングマスだけはやめろよ。あ、オッケーオッケー、そんだけいったらハプニングマス通り越すやろ。オッケー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 。なんか方法ないんかい。見えてこねえぞ、なんか勝ち筋がよ。まあまあまあ盛り上がってんな。これでこそマリオパーティーよ。だからここは、まあ、俺がほんまはあのテレベル使うべきなんですけど、それは次のターンでいいから。いや、これ使うべきか。いや、もう次のターンでいいよな。次のターン決めたらいいから、ここ生引きでいいと思う。これワンチャンケットあるな。よし、これで2枚。あー、どうやらな、ルイージから奪う武器なのか、ヨッシーから奪う武器なのか、最後の判断やな、ほんまに。決闘来るな、これ。全額ベッド行くしかねえな、決闘やったら。え、ハプニングマス、嘘、そっちへ行くか、決闘じゃなかったんか、クソ。決闘であの、なんかスターの取り合いとかできたらいけたのに。ほーん、
どうしようもねえな。もう俺これで動かせへんもんな、ゲームを。どうやったらゲーム動かせするのや、これ。何か勝つ方法は、まあ、最後のボーナススターがどうかやんな、その。何がボーナススターがどうなるかや、ほんまに。あ、これ A ボタン関係ないんか。タックルするだけや。おら。おらー。ルイージお前、真っ向勝負するか、この俺と。ほら、人に背を向けるとは、お前。舐めたもんやな、オッケー。無双してるね。全員吹き飛ばす、俺が。ほっ。ほら、ほら、ほら。ほら。最後か。いや、でも最後まで大接戦やったな。ほんまに誰が使うか分からへんっていうね。スタート。まず、ルイージ叩かなあかんな。やべ、マリオに対して二人ぐらい来るつもりか。まずい、これかわそう。ほっ、オッケー、ナイス。オッケーオッケー、俺耐えたぞ。ふっ、おらー、この俺に背を向けたな、ルイージ。どうなるかわかるか、お前。終わりだよ、俺が言いたいことは。決着をつけよう。おっしゃー。やってやったぜ。しゃ。いやー、しかしコインみんないっぱい持ってんもんな。さあここでどうするかやな。さあラストターン、ついに。さあキャサリンスタート。どうなるかやな、ほんまに。呪いサイコロ、誰かに吹っかけるか。よしに吹っかけたな。どういう意図があるか分からへんけど、最後やから吹っかけとこうかって感じか。さあ1点、おっと、ゲットを持ち込んだ。コインか。お、キャサリン全部取ってまえ、ルイージのやつを。全額やったや、最後やし。そうや、全額や、全額。もっと持っとったらおもろかったのにな。で、ルイージが全部なくなったとか言ってめっちゃおもろかったのに。さあ頑張ろうやな、全額やぞ。さあすごいぞ、これおもろいな、楽しいな。さあゲットスタート。さあ何の部門で決着つけんのやろうな。スターの取り合いとかないんかな、決闘って。コインだけなん。まあ、確かにスター取り上げてしまったらあれやもんな、めっちゃ奪われるから終わってしまうもんな。さあキャサリン対ルイージが今やっていますが、キャサリンもお金なくてなしになってしまうのか、それとも。うわー、キャサリン取ったな、ここで。ただルイージはタダで持ってかれたという形になりますね、形式上。ルイージちょっと困った顔してんな。さあルイージがここでスターどっかの使うよね、最後のターン。そうやんな。まあまあまあ、あ、しかもあれか、あ、それは無理なんか。テレサマスでスターも奪うとか言ったら負けるもんな。はあ、ルイージが今1とか引いてくれたら、ワープロックで。あ、俺無理か、俺ワープロック使う暇ないわ。テレベル使わなあかんから、どうしようもないな。ルイージでも分かってないな、そこでスター取ったら俺にテレベル使ってられるってことは分かってない。ヨッシーちゃう？一番ライバルは。そうやんな。オッケー、ここは俺はヘイト勝ってないから、4位で、密かに身を潜めてる立場なんで俺は。16枚、めっちゃイカれてるやん。
なるほどね。お、VS! マジか。コインかけてミニゲームバトル。ほーん。まあまあ全然いいけど、 VS ぐらい。俺が全部回収したるわ。30コイン出ろ。30。おっしゃ、来た来た。いけ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 。全額や、全額いけ。やってまえ。全額ベットや、こうなったら。マジで30出んねや。え、やめて。あー、これやったら嫌や。俺これ嫌い。これ嫌いやねん。お、意味分からへんねん、もう。押した瞬間止まるわけちゃうやろ、これ。あの、押してちょっとラグあるもんな、これ。ここ!ほら、押してもほら、ちょっとラグがあんねん。だから、ちょっと気持ち早めに押さないとさ、吹き飛ぶのよ。ここ!あー、これじゃだって早すぎるでしょ?めっちゃむずいのな、これ。うわー、やばい。吹き飛ばされたらもう最下位やもんな。だからちょっと安定的に行きたいよな。頑張ろう。集中集中。あの、もう一個の缶まで行くわ。ここ来た。うわー、落ちた野郎が。俺落ちたのに、俺ないでいいか。俺落ちたのに。完璧なタイミングやったのに。 0.0 メーターぐらいで落ちたのに。うわあ、ちょうどええわ。ルイージ、お前どうなるかわかるな。ルイージ、お前がそれしたことによってどうなるかわかるな。もうはっきりしたな。ルイージ、お前は勝ってはいけない戦いに勝ってしまったようだな。低レベルだよ。スター、即決のルイージ。あんたは勝ってはいけない人間に勝負を申し込んだ。さあ、これでヨッシーが笑っているだろうな。やったーみたいな。さあ、こっからよ。ここからサイコロで何か起こそう。いけ !1 点!なんでやねん!渋すぎるやろうが。いや、アイテムマスいらんないんですけども、最終ターンなんで。うん、そうやんな。さあ、1対3のミニ業務を行きましょう。あっち向け、こっちっち、何それ。あれか、なんか、前に負けたやつや。何これ。上下左右。分けたやん。ああ、フェイントかけたらいいんか。え、どういうこと。いまいち分からへんけどな。え、むずない。こんなん一人が勝てるか、ほんまに。これ勝てます、これ。ん、これ勝てる。スタート。うわ、マジか、かわされた。うまっ。オッケーオッケーオッケー。ヨッシーに合わせに行ったと俺今。さあ、そして、やってまた。くそー。俺があいつらに合わせに行ったらいいんか。ふっ、あー、フェイント、お、よし、捕まえた。なんか、奇跡的に間に合った。見てからでも。よっしゃ、見てから間に合ったわ、今。オッケー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 。よう分からへんな。あんまり意味が分かりませんね。ここで勝ったと。さあ、最初決戦終わったな。お疲れ。ボーナス何?ミニゲームボーナス来いよ。買い物ボーナス、だから俺ショップ寄れてへんねん。お前ら3人全員やろうが。あ、キャサリン、
ミニゲームモーラス来い。俺ミニゲーム多分買った自信あります。レッドボーナスとか俺止まってない。もう意味わかんねえマジで。ほんまに意味がわからへん。今まで戦ってたって何やったん俺ら。俺らの戦いって何やったん。それを聞きたい。終わってもうた。おう、ほらミニーゲームで一応勝てんだよ。ミニーゲームスターにしろよ。終わってもうた。ありがとうございました。面白かったです。盛り上がったね。ご視聴ありがとうございました。